ただいまより K-1 ワールドグランプリ2018ジャパン第2代フェザー級王座決定トーナメントプレリミナリーファイト第1試合 K-1 スーパーフェザー級ワンマッチを行います。青コーナーより久保和馬選手、赤コーナーより横山智也選手の入場です。アマチュアでは第19回 K-1 チャレンジ A クラスアンダー60キロトーナメント優勝、そしてプロ初戦は今年3月のクラッシュ86谷中空戦でした。エンジンを組んでここから久保和馬、そのデビュー戦で冴えたのはパンチのコンビネーション。学生時代サッカーでプロを目指した、そんな現在27歳の夢もう一度。対してこちらです。場内の雰囲気味わうかのように視線を客席に、横山智也18歳です。昨年の K-1 甲子園アンダー60キロ準優勝、いやこれちょっと腹が座っているなという、そんな雰囲気ありありです。 K-1 初出場横山。青コーナー168センチ60.0キログラムファイトクラブ渋谷、久保和馬27歳プロ2戦目ファイトクラブ渋谷、久保和馬。赤コーナー168センチ60.0キログラムリーブルロア、 K-1 甲子園2017アンダー60キロ準優勝、横山智也。対する面構えよしリーブルロア、横山智也18歳168センチです。山崎明 6.17 埼玉スーパーアリーナはコミュニティアリーナです。まだ場内の窓から日の差す中、プレリミナリーファイトスーパーフェザー級はアンダー60キロ、この一戦からスタートとなります。3分3ラウンド。さてグローブを合わせました。赤いグローブ黒いトランクスが横山。中村さんに伺いましょう、はい、お兄さんがクラッシュ K-1 で活躍中の横山拓実選手なんですよね。そうですね、はい、2人ともあの横山拓実選手も富永選手も K-1 甲子園の出身選手というか、はいはい、2人とも決勝まで勝ち上がってて、ただそこではね優勝に手が届かなかったので、このプロの舞台でどうねここから巻き返していくかというか、はい、まあ、戦いが始まっていくっていうところの選手ですよね。まずサウスポースタイルからこのローキック、はい、横山素早いですね。インロー外からのロー、そうですね、やっぱりまずは相手オーソドックスなので蹴りで距離をしっかり作って、はい、っていうところからまず入ってるなっていう左、はい、そのお兄さんの匠選手と一緒に空手をもともとは始めたそうですね、はい、非常にこう高校生の K-1 甲子園の時からこう体つきが良くて、なんかパワーがある印象だったので、はい、うん、今久保の方は強いミドルキック、はい、右を放っていきました。あ、回り込んでのローキック。横山、横山選手はあれですね、まずこう足を潰していこうっていう、うん、戦い方というか、それで久保選手が突っ込んできたら左のストレートを合わせようとしてるんだなっていう感じですね、はい、うん、そして変わらずこのローキック、これコンスタントに放った後でしょう ね、はい、うね、特に左のインロー相手の前足ですね、はい、やっぱり久保選手は結構やっぱパンチの近い距離のこと打ち合いが好むスタイルの選手なので、はい、まあ、その展開にまあさせないように、まあ、1ラウンドこう試合を作っていこうとしている印象ですね、はい、うん、右ミドルからというのが右のパンチを奥に、はい、引くようにしての青いグローブ久保です、うん、そこにローキック横山、はい、久保選手もK-1 アマチュア出身選手で、はい、本当に、ね、この選手 も本当もう見てもらっても分かるけどね、身体能力の高そうなファイターで、ちょっとね、おお、うわ、膝、届いた、いや倒れません、はい、久保なでここもテイク飛行、うん、ワンツースリーのパンチ、横山がよく相手を見ています、うん、顔面にここラッシュの時間となったか、膝で久保が返す、右フック振り回す横山、いやそれでも久保も耐えて返しますね、はい、おお、ここは右、そうですね、やっぱり横山選手は蹴りとパンチのバランスが
まあいいですね。そうですね、久保選手もさっきの展開もそうですけど、やっぱり蹴れないわけじゃないんで、はい、この距離だったらやっぱ蹴り返しを大事にしながら、はい、うん、久保、あ、ここは打ち合いから左ミドルにつなげるガードをまた固くしての横山ローキック。久保の方はもともとサッカー歴があって、そこでプロを目指していたんです ね、 そうですね。現在27歳、その自らの立場をリングに変えてという久保です。K1 のアマチュア大会にこうずっと出たんですけど、なかなかね、こう優勝だったりこうできなくて、はい、ちょっとプロに上がれなかった印象があった選手なので、やっぱこういうね、この K1 だったりこの舞台に対する思いというのはまあすごく強いなっていうのはこう見てて感じますね、うん、その思いで前に出続ける横山がそこを捉えてパンチキックと繰り出してきました。第1ラウンド終了です。さあ赤コーナー、今これリングインしているのがお兄さんの匠選手ですね、はい、そうですね。さあ3分間印象いかがでしたか。はい、まあ、僕の印象でやっぱり横山選手がうまくパンチと蹴りを使い分けて、蹴りのを使いながらビッグヒットに膝蹴りだったり途中パンチも当たったと思うんですけど、そういったところにつなげたかなと思いますね。ただ久保選手もやっぱりこう距離詰めてプレッシャーかけてる時にパンチまとめた時には非常に良かったので、2ラウンドはああいった展開を増やせるかどうか、うん、そのためにやっぱり横山選手長い攻撃をどう攻略していくかというところが2ラウンドはポイントかなと思いますね。いや、横山が入場の時からこうカメラにらみつけるようなところがあったり、はい、うん、そうですね、だいぶ気持ちの強いというところを見せましたが、さあこれから第2ラウンドです。ラウンド3、はい、3ラウンド中の2ラウンド目、スーパーフェザー級は60キロリミット、ワンツー右から左、そして回りながらローキックというのが赤いグローブの横山、はい、ここも左ストレート鼻のあたりに当て込んで膝もまた届きそうですね。いいですね、やっぱり遠い距離は蹴りで行ってその後にパンチを返すという、あ、右、うん、当たりました。これがダウン、久保のパンチをボディに集中したんですが、この打ち合いの中でダウンを奪ったのは横山です。結果論的な感じですけど、はい、ちょっとやっぱ打たされた感じでしたね、久保選手は。そこのカウンターで横山選手やっぱ狙ってましたね、はい、そこ捉えるその目の良さ、うん、はい、そしてスピード、さらに膝、横山が見せています。両手で押すようにして久保、これはダウンではありません、うん、いやしかし久保も今こそと前に来ますね、はい、距離が近くなると、うん、膝、横山選手はしっかりガードを固めて見てるんですよね。でその久保選手の内側にカウンターを狙ってるんで、はい、で距離が離ればああやってローキック蹴りで試合しているので、そこはちょっと横山選手がうまく試合をこう、まあ、コントロールしている印象ですね。18歳、これプロ4戦目ですよね、はい、横山、はい、やっぱり平和甲子園ですけど、このね埼玉スーパーリのコミュニティアリのリングを経験してるっていうのはやっぱり一戦だけでもね違うと思うんで、うん、あ、そして膝、これ両手で抱えていわゆる首相撲の形で攻撃をしてはいけません、はい、ここで口頭注意1、横山にあります。ここも前進する久保にパンチを合わせる左ストレート、うん、今一度、いや何発も有効打があります。ドビーザも左ロープに押し込んだ、倒せるか横山、ここでスタンディングダウン、これで2度目のダウンとなりました。久保ちょっと右目左目の下カットもあります。残り1分少々、このラウンド中もう1回ダウンを奪えば TKO 勝利、横山そこに向けての連打連打、これが成就しました。横山智也、この舞台で最高の KO 勝利。ああガッツのあるところを見せてくれました久保一真に対して、これもう3度のダウン、文句ありませんね。そうですね、試合ぶりもこう1ラウンドからこううまくこう組み立ててた展開が結果的にこう2ラウンドの3つのダウンにつながったのかなと思いますね。見事な KO 勝ちでしたけど、そこにこう行くまでのこうプロセスも非常に良かったかなと思いますね。2ラウンド2分5秒という TKO タイムです。KO 勝利でした。選手退場。
さあ K1 甲子園準優勝からさらに目標は大きくと、ここからまた羽ばたいてもらいたい一人、まだ18歳です。これで4戦3勝、横山智也です。